バラタナゴ、バラタナゴ、バラ、バラ、ロデイスオーケラタスは、濃いめ濃いカタナゴ赤バラタナゴ属に分類される、淡水魚。日本バラタナゴ、ロデイスオーケラタスクルーミアスと、大陸バタナゴ、ロデイスオーケラタスオーケラタスの2亜種並びに、両亜種の交雑個体が知られる。日本固有亜種大阪府の淀川水系、奈良県の山和川、水系、兵庫県、 岡山県、香川県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県。兵庫県に残っている集団は大阪府からの移植である可能性が高いとされてきたが、2018年10月、淳警の集団が発見されたことが神戸市から公表された。各生息地ともに局所的な分布となっており、 気象種保護の観点から生息地の詳細は非公開が通例である。2010年4月に改定、公表された岡山県版レッドデータブックにおいて、同県内のため池一箇所の個体群が純系の日本原田名ゴであると報告された。しかし、滋賀県、京都府ではすでに絶滅している。生息が確認されている府県すべてで、 レッドデータブックに記載されており、奈良県では野生絶滅となったほか、他の府県ではのきなみ、絶滅危惧愛類相当に選定されている、可表参照。徳島県では、過去に確実な生息報告がなかったため、2014年のレッドリスト改定に伴って、情報不足から削除された。都道府県別レッドリスト、2017年5月、現在、2001年に、 山口県山口市の水路におけるバラタナゴ個体群から、さらに2008年、宮崎県の北川水系における個体群からそれぞれ日本バラタナゴのミトコンドリア、DNA、マトドナが確認され、北部九州産の日本バラタナゴについては、従来の見解より広範囲に分布していた可能性が、示唆された。ただし、山口市、北川水系共に遺伝情報の解析により、 日本バラタナゴ、大陸バラタナゴ両方のマトドナが検出されたため、両亜種の交雑集団であると判断されている。その後、北側水系の個体群が持つ日本バラタナゴのマトドナは北部九州産ではなく大阪、奈良産に由来するものであることが判明した。大阪、奈良産の交雑個体群が侵入し増殖したと考えられている、口述。中国南部、台湾。 朝鮮半島に分布。日本各地に移入、工術。環境省は、要注意外来生物に、日本生態学会は、日本の侵略的外来種ワースト100にそれぞれ選定している。大胸、メスよりもオスの方が大型になる。平らな体を持ち、耐高が高い。口ひげはない。体は銀色だが、虹色の光沢がある。稚魚、未成魚では、 背びれの前端部に明瞭な黒縁が入るが、オスの場合成熟に従って消失する。染色体数は 2n イコール48。繁殖期のオスは紫色や先行色の光沢を持つ混姻色に輝く。この混姻色、バラ色が和名の由来。メスの産卵管は長く、産卵期の伸長時には全長を上回ることがある。 全長約5センチメートル、オスの婚姻色は、大陸バラタナゴよりも赤活色を帯び、腹気が黒く縁取られる。側線は、不完全で、ヒレ上数は、背びれュびれで11から12、最貧値12、背びれ分岐難情が9から12、尻ヒレュびれで11から12、最貧値12、尻びれ分岐難情が9から12。側線有効鱗の数は産地によって異なるが、 およそ0から5である、最近値0、九州産の個体群は若干多い。大阪産、九州産の個体群の一部には、腹器の前円部に、ごく薄い白線が現れるものも見られる。全長約8センチメートル、腹びれの前端部に、グアニンソウによる白い筋が入るとされる。しかし、メスでは、不明瞭であったり、なかったりする個体も存在する。側線は、不完全で、 ヒレ上数は、背びれュビレで12から14、最貧値13、背びれ分岐難情が10から13、尻ヒレュビレで12から13、最貧値12、尻ビレ分岐難情が10から12、側線有効ウロコの数は2から7、最貧値5。日本バラタナゴと大陸バラタナゴは容易に交雑し、代々人生、年生を持つ交雑個体群は繁殖。 遺伝子浸透を伴って交雑し、分布を広げていくため、形態のみによる両足の判別は困難である。側線有効ウロコの係数や、副機の白色体の有無の確認により、日本バラタナゴの集団に大陸バラタナゴや交雑個体群の侵入が認められるかを外観するとはできる。九州産のバラタナゴ46集団696個体について、 即戦有効鱗ロコの係数と的ドナ分析を行ったところ、日本バラタナゴ型の的ドナが確認されたのは28集団で、そのうち17集団の即戦有効鱗ロコ数が0、残り11集団の即戦有効鱗ロコの平均値は0.1から0.7であった。大陸バラタナゴ型の的ドナが確認されたのは5集団で、即戦有効鱗ロコの平均値は3.8から5.2となった。 両亜種のマトドナが確認されたのは13集団で、即戦有効ウロコの平均値は0.5から5.7の結果が得られた。さらに、大陸バラタナゴ型のマトドナの頻度と、即戦有効ウロコ数の平均値との相関を調査したところ、両者は極めて高い性の相関が存在する、日本バラタナゴの個体群に、 大陸バラタナゴが入りした集団において、大陸バラタナゴ型のマトドナの頻度が上がれば、当該集団の即戦有効ウロコ数も増加することが明らかになっている。腹びれの白色体や即戦有効ウロコがないにも、かかわらず、大陸バラタナゴ型のマトドナが検出される個体が存在するので、最終的に純形の日本バラタナゴであることを示すには、個体群あるいは、 集団単位で、マトドナ分析等を行って、大陸バラタナゴ型の遺伝情報が検出されない、ことで、携帯情報と合わせて総合的に判定する。マトドナは、母系遺伝のため、一個体のマトドナ分析では、両足の交雑の有無を判断することはできないが、複数の個体を解析すると、交雑が起こっている集団では、大陸バラタナゴ型のマトドナを打つ個体が現れてくる。 日本バラタナゴと大陸バラタナゴが交雑、増殖する過程では、前者の対立遺伝子が、後者の対立遺伝子に置換され、大陸バラタナゴの形質が強く現れた、個体群となっていく傾向が高いとが判明している。遺伝的汚染、遺伝的攪乱。二千九年、野外調査と飼育実験によって、適応度の高さが、大陸バラタナゴ交雑個体日本バラタナゴ、 であることが明らかにされた。その際、両亜種が混在した状態では、ある程度の生殖的隔離、後輩前隔離が働くものの、個体数の偏り、日本バラタナゴの集団に、少数の大陸バラタナゴが侵入することによって、同亜種の後輩が妨げられて交雑が生じ、大陸バラタナゴの繁殖率の高さ、口実が加わって、日本バラタナゴは絶滅へと向かうことが判明した。 合わせて、日本バラタナゴが絶滅した後も、大陸バラタナゴは、個体群を維持し、交雑個体群と戻し交雑を生じさせて、交雑個体へ、大陸バラタナゴの遺伝子を浸透させ続ける、可能性が高と指摘された。2000年以降、マトドナの PCR-RFLP 分析に加え、ミトコンドリアシトクロムビー遺伝子やなど、脱水素酵素サブユニット遺伝子、 ND1 の延期配列の決定と、系統解析、高感度の遺伝マーカーである、マイクロサテライトの分析によって、日本バラタナゴのハプロタイプを産地別に明らかにし、大陸バラタナゴや、交雑個体群との遺伝的文化を解明したり、保全単を推定したりする研究が進められている。一例として、マトドナの PCR-RFLP 分析において、調節領域を含む、 約 2.0kbpd ループ領域の PCR 産物を制限酵素、a コ r i で消化し、電気営動パターンを解析すると、日本バラタナゴではフラグメント長 1310bp450bp290bp が、大陸バラタナゴでは 830bp480bp450bp290bp がそれぞれ検出され、 両足の判別が可能となる。また、ND1 領域の集団解析により、北部九州産の日本バラタナゴは、大阪、奈良、岡山、香川産とは、延期地間率約1%で異なり、独自のクレードを作ることが分かった。大阪、奈良、香川産の日本バラタナゴは、生息地の分断化によって閉鎖的活用規模が、 水域のため池に生息域を狭められたがゆえに、個体群間の交流が妨げられたり、ボトルネック効果が生じ出して、遺伝的多様性や適応度が低下していることが明らかになってきた。同時に、九州産の個体群と比較したところ、大阪産のそれは産卵数、不可率、稚魚の生存率、成長、白点病や細菌感染などの漁病に対する抵抗力、 各項目すべてで著しく劣ることが分かった。ため池という隔離され、不安定な環境の中で、小集団化と近親交配が進んで遺伝的に劣化が生じ、個体群の維持を難しくさせているのが現状である。大阪産日本バラタナゴ旧集団について、マイクロサテライトのアレルリッチネスの平均値を算出したところおよそ2となり、 国内気象や青銅植物種の水源ゼニタナゴよりは高いものの都タナゴと同程度であったという。2008年、九州産の日本バラタナゴについては、ほとんどの生息地においてその近隣に大陸バラタナゴや交雑古代群が確認された。当地の日本バラタナゴは水路や河川の寒流域等の開放的な水域に生息するため、 大陸バラタナゴの遺伝子が侵入する危険に常にさらされている。2001年、両足は遺伝的に大きく異なることが明らかになったため、両者の分類学的再検討が必要であると指摘されている。河川の中、下流域で比較的流れの穏やかなところや、溶水路の寒流域、ため池、湖、沼などに分布する。止水域を好む。 不着藻類などの植物食を主とするが、コチ魚ケを中心にワムシなどの臨形動物、ミジンコなどの甲殻類や小型の定性動物も食べる。繁殖形態は卵性で、3から9月にドブガイ類などの石ガイカの2枚以外に産卵する。繁殖のピークは4月下旬マイナス6月上旬。オスは2枚貝の周りに縄張りを作り、十分成熟したメスを2枚以外に誘導し、 産卵を促す。メスは二枚貝の様子を覗き込み、タイミングを見計らって、産卵管を二枚貝の出水管に入れ、貝のエラの中に卵を産みつける。その直後にオスは、貝の受水管の上で精子を放ち、貝が精子を貝内に取り込むことによって、卵は受精する。受精卵の卵系と、形は、日本バラタナゴで2.751.8ミ、mm、リメートル。 大陸バラタナゴで3 2 5ト、mm、ルの電球型で大陸バラタナゴの方が細長い。受精卵は1から3日で孵化し、孵化直後の死魚の全長は日本バラタナゴ2 8ト、mm、ル、大陸バラタナゴ3 4ト、mm、ルと記録されている。前期死魚期には卵黄が浴場に変化し、突起を形成することで2枚以外のエラから吐き出されるのを防いでいる。魚は 約20日から1ヶ月間以内で過ごし、卵黄が吸収されて、全長7から8ミリメートルに成長すると、主に夜から夜明け前にかけて、貝から泳ぎ出てくる。二枚貝への産卵によって、貝内の卵や稚魚の生産率を上げることに加え、その後一連の成長の過程である程度の生活力を伴って二枚貝から、鋭いですることによって、 捕食者から逃れ良い条件下での設置や移動を可能にして、エイデゴのコチ魚器の生産率も上げているものと、解されている。死魚は、約1年で成熟し、寿命は、自然下でおよそ2年。ただし、産卵期の初期に生まれた、成長の良い個体の中には、同年秋までに成熟し産卵するものも見られる。これは、大陸バラタナゴに多い。 大阪産の日本バラタナゴの場合、メスは1繁殖期に9から12日の周期で3から5回、排卵するという。1回で約10個を排卵し、上記の産卵行動を1回あたりで1から3個を産卵し、2から3日で複数のドブガイ類に産み付けていく。栃木産の大陸バラタナゴでは、大阪産の日本バラタナゴと比較して、排卵周期は2倍早く、 一繁殖期あたりの排来回数は4倍、一回の排卵数は1.5倍それぞれ多く、繁殖期は3倍、長かったことが判明している。つまり、大陸バラタナゴは、日本バラタナゴより成長が早く繁殖期が長く、産卵数も多い。結果として、大陸バラタナゴが移植された地域では、産卵する2枚貝や生息場所などをめぐって、他のタナゴ類と競合すると言われる。 生態系の格乱。例えば、神奈川県鶴見川水系のため池は、ゼニタナゴの生息地であったが、1980年代、初頭に大陸バラタナゴが侵入したことで、ゼニタナゴは激減した。水質の悪化で大幅に減少したドブガイ類に、大陸バラタナゴが、ゼニタナゴの産卵シーズンである秋にかけても、中して産卵を続けたため、ゼニタナゴの産卵が阻害されたからである。 霞ヶ浦とその流入河川、農業用水路における、棚子類、2枚以外の生息調査並びに、環境要因の分析によると、大陸バラタ棚子は、採捕された棚子類全体の、約70から90%を占めていた。そして、同所生息する赤ヒレタビラ棚子等と比較して、コンクリート護岸化や、水質の悪化に対する耐性を持っていることが、明らかになった。加えて、 2009年の同地域における調査では、大陸バラタナゴは、優先する石骸には産卵せず、生息数の少ないドブガ骸類を選択して、利用していたという。大陸バラタナゴは、赤ヒレタビラとは、産卵母骸の選択をことにし、卵や死魚については、赤ヒレタビラが、大陸バラタナゴより多く観察されたにもかかわらず、捕獲される個体数では、 大陸バラタナゴが卓越する結果となった。餌や生息場所の利用、環境改変への耐性などが赤ヒレタビラをはじめとするタナゴ類よりも大陸バラタナゴに有利に働けていると考えられている。西風高等学校生物部が2008から2009年に行った実験によると、ドブガ貝類が排出する水にはアラニングルタミングリシンリシン等のアミノ酸が含まれており、 成熟したバラタナゴはこれを刺激に散乱、縫製に入ることが分かった。メスの散乱時に放出される卵巣空液にはリシンが高い濃度で含まれており、オスはそれに誘発され、縫製することも明らかにな。バラタナゴとドブガイ類、バラタナゴの私有感で共通のアミノ酸が情報伝達に使われていることから、バラタナゴとドブガイ類は共振化してきた可能性が示された。 開発による生息地の改変、二枚貝の減少、ため池管理の放棄、人為的に移植されたオクチバス、ブラックバス、ブルーギル等による捕食、水質を抱く乱獲などがバラタナゴの減少要因である。特に日本バラタナゴは1940年代には琵琶湖異セの本州瀬戸内海側、岡山県まで、香川県、九州北中部に広く生息していたが、 その後大陸バラタナゴの移植に伴い足シでの交雑が進んだことも加わって分布域は年々狭められている。結果、日本バラタナゴは純系を維持するのが極めて厳しい状況で絶滅の危機に瀕している。大陸バラタナゴは第二次世界大戦中の1940年代前半中国から食用として創魚、白蓮などを日本、主に トネ川水系に導入する際、これらに混じって運ばれてきたと言われる。20世紀後半には、池町街などの淡水産未来以外の移動、琵琶湖山あゆの放流、琵琶湖、淀川水系からのヘラブナの移植、ペットショップでの流通、飼育個体の放流や遺などによって、全国各地へ同時に分布を広げていった。2001年に公表された。 ミトコンドリアシとクロムビー遺伝子の延期配列の解析結果によると少なくともに系統の大陸バラタナゴ個体群が日本に侵入したと考えられている。九州では琵琶湖山アユの放流歴の内河川で大陸バラタナゴや交雑個体群が確認され、その中には大阪、奈良産の日本バラタナゴの的ドナを持つ交雑個体とヘラブなどが 同所的に出現した地点が7地点、46地点中あったという。近畿地方からヘラブナの移植に付随して、交雑個体群が侵入していることが裏付けられている。岡山県でも、交雑個体群から、大陸バラタナゴと岡山産日本バラタナゴと大阪、奈良産日本バラタナゴのマトドナが検出され、近畿地方からの人為的移植が起こった可能性が、強く確認された。 両足は、干渉魚として飼育され、ペットショップで販売されている。大陸バラタナゴについては突然変異等により、黄変個体、白変個体、透明鱗個体なども増殖され流通している。水槽飼育では、強い水流を避け植物質の含有量の多い、飼料を与え、群営させると良いとされている。オスの婚入色を楽しむためには、照明と水温を自然下に近づけ、 水槽の正面以外の面に黒系のスクリーンを貼り、石章も属のような水面付近まで茂る水草を植えると良いと言われる。飼育下での繁殖法としては、二枚貝を同居させ、自然に散乱させる方法と、繁殖期の雌由から卵と精子を絞り出し人工受精させる方法がある。大陸バラタナゴの人工受精において、水温を 摂氏二十23度程度に保ち遮光した条件の下酸素を十分に含み、メチレンブルー0.0001%を添加した飼育水をガラス製のシャーレに満たし、その中に受精卵を入れて20日程度管理すると、卵菌感染による水かび病の抑制、飼魚の生産率の向上につながることが判明している。一方、日本バラタナゴの飼育については、 絶滅が危惧されている状況を踏まえ、安易な採集、飼育をしないよう求められている。日本バラタナゴは、その希少性に鑑み、各地で希少野生動植物保護条例に基づいて、野生個体の捕獲を規制する動きが広がっている。香川県では2006年、香川県希少野生生物の保護に関する条例と、その施行規則によって、日本バラタナゴは、 指定気象野生生物に指定され、捕獲等が禁止されている。違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる。加えて、奈良県でも2010年4月から、奈良県気象野生動植物の保護に関する条例による告示に基づき、特定気象野生動植物に指定され、捕獲等は禁止である。違反すると、1年以下の懲役、 または50万円以下の罰金に処せられる。長崎県では2010年3月と2016年3月に、長崎県未来につながる環境を守り育てる条例による告示で、長崎県内全域の日本原タナゴが、気少野生動植物種に指定され、捕獲等が禁じられた。違反すると、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられる。 産地にかかわらず、日本バラ卵の野生個体を興味本位で採集したり、売買などの商業利用を行ったり、研究材料として安易に使用したり、保護計画を策定せず身がりに放流したりするとは、日本バラ卵の絶滅に加担することであると指摘されている。モラルある、採集、飼育、調査研究が求められている。 アッシュ間交雑個体を形成し増殖させることによる遺伝子汚染、純系の日本バラタナゴの消失、在来生態系の格乱、病原体、寄生虫を含むの伝染、日本バラタナゴ在来集団の適応度の低下などが懸念されるので、大陸バラタナゴ日本バラタナゴともに屋外への息は決して行ってはならない、と行政、研究者等から呼びかけられている。 例えば、滋賀県では、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例による告示に基づいて、大陸バラタナゴは指定外来種となっており、屋外への行きが禁止され、飼育が届け出制になっている。屋外へ行きした場合は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に、届け出のない飼育は30万円以下の罰金に、それぞれ処せられる。大陸バラタナゴは、 関東地方を中心に、釣りの対象魚となっている。ユスリカ幼虫のアカムシネリエなどを小さな針につけ、麻葉や船だまりの群れを狙う。一般的ではないものの、他のタノとナゴ類、モロコ類、フナ類と合わせて、食用とされることがある。独特の苦味を利用して、つくだにやスズメ焼きなどに調理する。ただし内部寄生虫、環球虫などを保持する可能性があるので、 生殖は避ける。絶滅の危機に直面している日本バラタナゴを保護する取り組みが各生息地で始まっている。保護にあたって考慮すべき条件として指摘されているものを列挙する。日本バラタナゴは人間生活の影響を受ける環境の下で主子の生物と巧妙に関わり合って命を繋いでいる魚である。日本バラタナゴの生活史と 上記各保を総合させて、日本バラタナゴの保護は、生息地域の環境保全に他ならない、と結論付けられている。保護団体、学識経験者、行政が連携して、保護計画を作成し、保護活動に、地域住民は参画して、保護を推進する、必要性が明らかにされている。大阪府では、NPO 法人日本バラタナゴ高安研究会が、 政府中学校、高等学校生物部、京国高等学校科学部、関西大層高等学校のメンバー、地域の小中学生と共に、主に八尾市で保護活動に取り組んでいる。保護地において、秋から冬に、池干しを行って堆積物や南下へ、ヘドロを除去し提出を、還元泥から酸化度にすることが、土部外類の繁殖に好条件をもたらすことを明らかにした。 2008年2月、当地で伝統的に行われていた土日流しを約40年ぶりに実施し、農業にも公的であるか土壌分析を行っている。合わせて保護地上流の森林を整備し、保護地に良質の水を供給する活動を進めている。一連の取り組みは、2011年12月に公益社団法人日本ユネスコ協会連盟の 第3回プロジェクト未来遺産に登録された。奈良県では近畿大学農学部環境管理学科水研生態学研究室を中心とする研究グループが生息地のため池の一部浚渫工事に伴い避難させた個体群を絶滅の危険を分散するために修繕した別のため池にも移植し管理していくことになった。2008年元の生息地の工事も完了し、 そこでの生息環境の大幅な改善が確認され、日本原タナゴの体数は一時的に増加した個体数推定で約1万2000個体。しかし、生息地は長年にわたって管理不足の状態にあり、南米の体積が著しかったため、ドブ貝類が再生産せず、生害も2007年から2010年の3年間で毎年約50%ずつ死滅した。結果として、 日本バラタナ卵の個体数も急減し、2010年12月には全数調査でわずか318個体になってしまったという。南米の除去等、生息地の抜本的な環境改善が今後の課題である。また、2010年2月より里親プロジェクトを開始した。在来生態系の保全に専門的な立場から検討を加え、小学校等における 環境教育プログラムも実践しつつ、生息地域内の複数の施設で日本バラタナゴの系統保存を図る計画が進捗中である。奈良県暮らし創造部警官、環境局自然環境課は、日本バラタナゴを含む特定気象野生動植物の保護推進指針、日本バラタナゴ保護推進指針を示し、2011年3月には特定気象野生動植物日本バラタナゴ、 保護管理事業計画を策定した。岡山県では、1992年に岡山市内のため池に産した個体群が、アイソザイム分析によって、日本バラタナゴである可能性が示されたため、岡山淡水魚研究会が保護増殖を図っている。産地のため池は1994年の渇水による、日上がりで消滅し、大陸バラタナゴが侵入する。 恐れの少ないため池や、家庭の水槽のみで、境内飼育がなされてきた。2013年、マトドナの遺伝情報の解析により、この個体群が、純系の日本原田名ゴである可能性が高いこと、大阪、奈良産のものと、近縁ながらも文化を遂げていることが、明らかになると同時に、この個体群の計画的な系統保存と関係者の連携の必要性が指摘されている。香川県では、 香川淡水魚研究会が香川県立高松工芸高等学校環境研究同好会と連携して活動している。地域の農家と協力し、稲作にため池の水を活用する環境のもとで外来生物の影響を排除し、日本バラタナゴドブガイ類、吉ボリ類を毎年安定的に再生産させることに成功している。他に香川タナゴクラブは、 北田郡三木町内に16区画の飼育地を造成し、香川県産の日本バラタナゴ産集団を繁殖させているとともに、当地で繁殖地を活用した環境学習やため池に侵入した大陸バラタナゴの防除活動にも取り組んでいる。香川県環境森林部緑保全課は、日本バラタナゴ保護事業計画を2009年に策定した。長崎県では、 佐世保市環境部環境保全課が県内唯一の生息地の保護に地域住民と共同して取り組んでいる。生息個体数推定の結果、2008年度は約6700個体、2009年度は約2万3000個体の生息が認められたという。合わせて佐世保市内の二河川で日本原タナゴの生息が新たに確認された。九十九島水族館海キララでは、 させ保市の個体の人工繁殖に取り組んでいる。天皇は2007年12月20日の記者会見で、日本バラタナゴは日本の淡水魚の中で最も絶滅の危機にあるものと思います。と述べた。その上で、大陸バラタナゴとの交雑を避けるため、大阪府八尾市産の個体群を赤坂御用地で、福岡県た,た川水系産の個体群を日立の宮邸,邸内の池で、 それぞれ1983年以来飼育、研究に供していることに触れた。なお、日本バラタナゴを系統保存している主な施設は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。